絡めたら手のひらひっくり返して伸びましょう。で、上に伸びて伸びて伸びて、口から大きく吐いて、もう一度息を吸って伸びて伸びて伸びて、で、口から大きく吐いて、はい、それでは両膝を右左に倒していきましょう。お尻の奥をマッサージするように、はい、それではゆっくりと両膝を抱えましょう。抱えましたら左右にゆらゆらゆらと揺れて揺れて、骨盤の端から端までをマッサージするように柔らかくほぐしていきます。はい、それではゆっくりと両手万歳しましょう。足の裏を天井に向けたら足先細かくパタ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 と揺らしていきます。はい、そこから足首回しぐる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 と行っていきましょう。足の甲を伸ばしたり縮めたりします。自転車を漕ぐようにぐるぐると空気をかき回していきましょう。です、ゆっくりと足の裏を床に落としていって、ゆっくりと手のひら重ねておへそにタッチしていきましょう。柔らかく呼吸をしていきます。大きく息を吐いていって、息を吸って、深く吐いていきましょう。はい、それではゆっくりとお尻の上げ下げを行っていきましょう。吸った時にお尻を持ち上げて、吐いた時に下ろしていきますね。まず両膝は立てたまま、足の幅は骨盤幅ぐらいに開いていきます。手のひらはパーにして下向きにしていきましょうか。手のひらを下向きにしていきます。それでは息を吸ってお尻を高く持ち上げてみましょう。吸って吸って吸って、はい、で下ろしていきましょう。繰り返します。吸ってお尻を持ち上げて、はい、で下ろす。吸ってお尻を持ち上げて、吐いて下ろして、吸ってお尻を持ち上げて、ラストです。ここでキープしましょう。5秒キープ、5、4、3、2、1、ゆっくりと下ろしましょう。はい、 OK です。それでは左膝だけスーッと伸ばしていき、両手で右膝だけキャッチしましょう。で、わさわさわさっと左右に揺らしていきます。そのまま右膝を左側に倒してツイスト。右手は長く伸ばしてみましょうか。で、そこからゆっくりと右手で大きな円を描きます。ぐる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 と吸って持ち上げて、吐いて下ろすようにしていきます。
吸って持ち上げて、吐いて下ろして、吸って持ち上げる、吐いて、はい、それでは右手長く伸ばしていきましょう。はい、OK です。ゆっくりと反対。今度両手で左膝だけキャッチしていきましょう。右の膝はスーッと伸ばし、わさわさわさと左右に揺らしていきます。はい、それでは左膝を右の床に倒してみましょうか。ツイスト。左手は長く伸ばしていき、左の肩甲骨を床に落とそうとする力と深く息を吐く力を重ねていきます。それでは左手で大きな円を描きましょう。吸って持ち上げて、吐いて下ろしていって、でぐる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 と円を描きながら、吸った時に持ち上げて、吐いた時に下ろしましょうか。吸って持ち上げて、吐いて下ろす。ゆっくりと左手を長く伸ばしていって、OK です。ゆっくりと真ん中に戻していきましょう。はい、それではゆっくりとお尻を高く持ち上げて、お尻の下で5本の指を絡めていきましょう。肩甲骨をグッグッグッと中に寄せて、セツバンダーサナ端のポーズです。できたらかかとも持ち上げていきましょうか。3呼吸吸って、吐いて、1吸って、吐いて、2ラストステン。はい、OK です。ゆっくりとお尻を床に落としましょう。今度は両膝をそれぞれ外側に開きましょう。足の裏を合わせたら、太ももの付け根をマッサージしていきます。でおへその下、おへそ周りもマッサージしていきましょう。OK です。ゆっくりと両膝を合わせたら、両膝左側に倒して横寝になっていきましょう。横寝になりましたら、コロンと小さく丸まっていきます。ゆっくりと上体を起こしていきましょう。一度お水飲んでいきます。この後正座になっていきましょう。それではですね、ゆっくりと正座になりましたら、5本の指をぎゅっと絡めていき、両肘を伸ばします。吸って二の腕、耳の横、
で吐きながら軽く右にしなります。深く息を吐いていって、吸って真ん中、吐いて左方向です。吸って真ん中、遠くを通ったら背中の後ろで5本の指を絡めて肩甲骨をぐーっと寄せましょうか。顎を引いて目線床、少し左右に揺れてみましょう。はい、 OK です。ゆっくりと手をパタ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 と振っていき、両手万歳しましょう。互いの肘をキャッチして後頭部で腕をぐーっと後ろ方向に押して、少し寄りかかるような気持ちで吐きながら軽く右にしなりましょう。吸って真ん中、吐いて左方向です。吸って真ん中、はい、 OK です。遠くを通って体側、指先まで温まってきたら肩を耳に近づけて、口から吐いてストン。もう一度吸って肩を耳に近づけましょう。口から吐いてストン。はい、 OK。 今度手の甲同士を合わせていきます。左の腕を上にして指を絡めていきましょう。そのまま肘を伸ばしながらくぐっていき、この時も同じように少し寄りかかっていきましょうか。後ろにで右にしなります。そうです。吸って真ん中、吐いて左方向。で真ん中、指をほどきましょう。耳をタッチします。遠くを通って対策、はい、 OK です。それではですね、指先を肩にタッチしましたら肘で大きな円を描きましょう。吸って持ち上げて、自分のペースで大丈夫です。吐いて下ろしていきましょう。吸って持ち上げる、吐いて下ろす。吸って持ち上げる、反対回し行きましょう。ぐるぐるぐるっと、この首の後ろで手の甲を合わせていって、ゆっくりと頭のてっぺんで円を描くように、はい、 OK です。遠くを通って対策に、はい、それではお水飲みましたら四つん這いになっていきましょう。四つん這いになりましたらですね、ゆっくりと手のひらを大きく開いていきましょう。まず足の指を立てましたら膝を伸ばして少し足踏みしていきましょう。膝下いかがでしょうか。右の膝、左の膝を交互に曲げていって、それではゆっくりと右足を高く持ち上げて、おへそを右に向けましょう。で右膝をパタンと曲げて、足首をぐるぐるぐるっと回しましょう。はい、ゆっくりと下ろしていきましょう。今度吸って左足を高く持ち上げる、おへそ左、膝を曲げて足首も足をぐるぐるぐるっと行っていきましょう。はい、OK です。ゆっくりと下ろしていきましょう。両膝を床に落として、カーンドキャット。
胸を斜め前に、吐きながら顎を引いて目線をへそ、吸って斜め前を見て胸を開きます。吐いてゆっくりとおへそを覗き込んでいきます。吸って斜め前を見て胸開く。顎を引いて OK です。ゆっくりと右の手のひらをひっくり返して、右手グーパーグーパー握ったり離したりしましょう。はい、そのまま右手を前に運んで脇の下伸ばしましょう。3呼吸吸って吐いて1、吸って吐いて2、ラスト吸って吐いて3。はい、OK です。ゆっくりと四つん這い。今度左の手のひらひっくり返して、グーパーグーパー握ったり離したりしましょう。そのままゆっくりと左手を前に脇の下伸ばす。3呼吸吐いて1、吸って吐いて2、ラスト吸って吐いて3。はい、OK です。ゆっくりと四つん這い。もう一度足の指を立てたらダウンドッグに入っておきましょう。膝を曲げ伸ばし、手のひらを大きく開いて、先ほど伸ばした脇の下をもっとここで活かします。はい、それでは手首の後ろまで歩きましょう。足の親指を外側45度に向けて、お尻を下げていきます。スクワット、胸の前、手のひら合わせて合掌。3呼吸吸って吐いて1、吸って吐いて2、あと1呼吸吸って吐いて3。はい、 OK。 少し左右に揺れましょう。ゆっくりと両手はお尻の後ろについたら、両膝を立てましょう。で、膝を右左にパタ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 と倒していって、はい、OK。 両膝を伸ばしていきましょう。一度両手万歳していきます。吐きながら前に前屈、パッシュモッタナーサナ。3呼吸していきましょう。吐いて1、吸って吐いて2、ラスト吸って吐いて3。はい、 OK です。ゆっくりと上体を起こしましょう。はい、それでは左膝を立てて外側に開いていきましょう。少しお尻を後ろに歩かせて、ふくらはぎをマッサージしていきます。はい、それでは足の裏を太ももの内側につけていきましょう。左手を空にしたら、おへそを右足に向けて、吐きながら外側をキャッチできたらしましょう。5呼吸吐いて1、吸って吐いて2、吸って吐いて3。あと2呼吸吸って吐いて4、ラストステン吐いて5。はい、 OK です。ゆっくりと上体を起こしていきましょう。今度反対です。左膝伸ばして、右膝立てて外側、まずはふくらはぎをマッサージしていきましょう。
い、それでは足の裏を太ももの内側につけて、右手空、おへそを左足に向けて吐きながら前屈5呼吸。吐いて1、吸って、吐いて2、吐いて3、あと2呼吸。はい、 OK です。ゆっくりと上体を起こしていきましょう。また右の膝を伸ばしていきます。今度は左膝を立てて、左手をお尻の後ろに置いていきましょう。右手を空、今度膝の外側に肘を引っ掛けて3呼吸しましょう。吸って、吐いて1、吸って、吐いて2、ラスト吸って、吐いて3。はい、 OK です。ゆっくりとリリースしましょう。今度反対です。右膝を立てて、右手はお尻の後ろ、左手は空、膝の外側に肘を引っ掛けましょう。3呼吸、吸って、吐いて1、吸って、吐いて2、ラスト吸って、吐いて3。はい、 OK です。ゆっくりとリリースしましょうか。今度足の裏を合わせていきます。で、両手を足の内側からくぐらせていき、手のひらで足の甲を包み込んでいきます。で、お尻少し後ろに歩かせていき、呼吸、おでこを足の裏につけようとする気持ちで少し左右に、そして前後に揺れてみましょうか。吸う息も吐く息も深く、あと深呼吸。はい、 OK です。ゆっくりとリリースしましょう。はい、それで両膝を伸ばしていきましょう。またポコポコポコを叩いていきます。両手万歳しましょう。吐きながら前に前屈、パッチモッタナーサナ、3呼吸。はい、 OK です。ゆっくりと状態を起こしていきましょう。はい、お水どうぞ。この後うつ伏せになっていきますね。このようにお尻を左右に揺らしていきましょう。OK です。ゆっくりと肩の下に肘が来るようにスフィンクスのポーズに入っていきます。はい、それではゆっくりと右側から右足のかかとを見てみましょう。左のお腹が伸びてきたら一呼吸、息を吐いていきましょう。
手真ん中、吐きながら左側からかかと見ていきます。で真ん中、今度肘を少し浮かせてコブラ、肘を少し浮かせましょうコブラ、はい、手を下ろしてラスト、肘を伸ばしていきましょうコブラ、はい、OK です。ゆっくりとリリースしていきましょう。今度は右の膝を曲げて右手で右足の甲をキャッチしていきます。でそのままぐっとかかとできたら90度、足が手を引っ張るように後ろ方向です。3呼吸吸って吐いて1、吸って吐いて2、あと少し浮かせられたらゆっくりとリリース、はい、足入れ替えましょう。左膝曲げましょう。左手で足の甲をキャッチしていきましょう。できたらかかと90度。このまま足が手を引っ張るようにぐーっと後ろ方向です。で、吐いて1。吸って、吐いて2。ゆっくりと右の肘伸ばせたら伸ばす。OK です。ゆっくりとリリースしましょうか。はい、それではゆっくりと仰向けになっていきましょう。一呼吸、膝を抱えていきます。左右に揺らしていったり膝で円を描いたりしましょう。それでは足の裏を天井に向けたらハッピーベイビーのポーズに入ります。かかと90度、両手足の内側からキャッチしていきましょう。ゆっくりと左右にゆらゆらゆらと揺らしていって、かかと同士を合わせましょう。足先細かくパタ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 と揺らしていきます。で膝裏に手のひら入れて足を交互に振ってみましょうか。はい、 OK です。ゆっくりと足の裏を床に落としていきましょう。深呼吸、丁寧な心地よさを感じていきます。はい、それではゆっくりと両膝を左側に倒して横でからまた起き上がっていきましょう。お水どうぞ。今度タッチポーズを行っていきますので、お水飲みましたらマットの先頭に立ちましょう。はい、それではゆっくりとまっすぐ立っていきましょうか。はい、まずゆっくりと親指をフックして胸を斜め上方向、
でそこから少し顎を引いてかかと持ち上げて3秒キープします。3、2、1、かかというかもう一度いきましょう。吸ってかかと持ち上げて3、2、1、かかというか、はい、足をマット幅、背中の後ろで5本の指を絡め肩甲骨寄せましょう。3呼吸を吐いて1、吸って吐いて2、ラスト吸って吐いて3、ゆっくりと両手床に落としましょう。足揃えます。で右足を遠く後ろに運んでローランジ、はい、右膝の曲げ伸ばし、息を吐く、吸って伸ばして吐いて床、吸って伸ばす吐いて床、吸って伸ばす吐いて床。その右膝を少し後ろ、左膝をどんどん伸ばしていきましょう。前屈、おでこ左のすね、呼吸しましょう。吸って吐いて1、吸って吐いて2、あと3呼吸。はい、OK、左足後ろダウンドッグです。今度手と手の間に右足を挟んでいきましょう。ローランジ、で左膝床に落として、吸って伸ばす吐いて床、吸って伸ばす吐いて床、吸って伸ばす吐いて床、吸って伸ばす。ラストです。吐いて床、少し後ろに運んで右膝をどんどん伸ばしていきましょう。おでこすねに近づけて5呼吸、吸って吐いて1、吸って吐いて2、あと3呼吸、吐いて3、あと2呼吸。はい、 OK です。ゆっくりと右足を後ろにダウンドック、手のひらを大きく開いていきましょう。はい、ゆっくりと両膝を床に落としていきましょう。一度チャイルドポーズ、膝少し開いておでこ床です。3呼吸、はい、OK です。ゆっくりと上体を起こしていきましょう。正座です。いかがでしょうか。はい、それではですね、ゆっくりと両手万歳していきましょう。今度左の手のひらをひっくり返して、右の肩甲骨タッチして、していきましょう。ゆっくりと右の肘を曲げて、指を絡めていきます。で、指をぐーっと引っ張り合っていきます。3呼吸、吸って、吐いて1。吐いて2、ラスト吸って吐いて3、はい、 OK です。ゆっくりとリリースしましょう。頭の上で合掌、吐いて親指を胸の中心、もう一度いきましょう。両手万歳したら、今度右手をくるっとひっくり返して、左の肩甲骨後ろからタッチ、ゆっくりと指を絡めていきましょう。
三呼吸吸って引っ張り合う。吐いて1。で、吐いて2。あと一呼吸。はい、OK です。ゆっくりとリリースしましょう。頭の上でガシャー、吸って、はい、では指を胸の中心に当てていきましょう。少し擦り合わせていって、親指を胸の中心に当てていきます。はい、OK です。一度お水飲みましたら、また両膝を伸ばしていきましょう。今度足の指をマッサージしていきます。はい、それではですね、終わった方から左足のかかとを右の太ももの上に乗せていきましょう。ゆっくりと足首回しを行っていきますね。ぐる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 と。その後は足の裏や足の甲を少し揉んでいきましょう。ゆっくりと足の指を前後左右にぎゅっと引っ張っていきましょう。足の裏と足の甲を、そして足の指と指の間を刺激していきます。はい、それでは手の指を足の指の間にかませるようにして、お互いがぐーっと握手するようにしていきます。いいですね。でそのままゆっくりとまた足首回しを行っていきます。はい、OK です。ゆっくりと足入れ替えていきましょうか。今度右足のかかとを太ももの上に、でまずは足の足首ですね、ぐる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 と回していきましょう。はい、そこからゆっくりと足の指を、そして足の裏、足の甲を少しずつマッサージしていきます。足の指の間に手の指をかませて、お互いぐーっと握手するようにしましょう。で一度緩めて、吐きながらぐーっと。OK です。ゆっくりとリリースしていきましょう。はい、それではゆっくりと両膝を伸ばしていきます。で今度膝をさすっていきましょう。特に膝の内側部分ですね、詰まりがありやすい部分。
はい、OK です。ゆっくりとあぐらになっていきましょう。手のひらは下向きにしていきます。ゆっくりとおへそを覗き込んでいき、背中も丸くしていったら体で円を描きましょう。ぐる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 っと。切りのいいところで反対回しも行っていきます。はい、もういいかなと思ったところでゆっくりと真ん中に戻りましょう。それでは5本の指を絡めて大きいボールを抱えるように肘を伸ばしていきましょう。このまま左右にゆらゆらゆらと揺らしていただいて、ゆっくりと手のひらひっくり返して上に伸びましょう。今度は肘を曲げて手のひら後頭部、一度斜め上方向を見ます。吐きながらゆっくりと顎を引いて目線をへそ、左右にゆらゆらゆらと揺らします。OK です。ゆっくりと両手を体側に戻しましょう。吸って肩を耳に近づけて、口から吐いてスト。はい、それではメディテーションに入っていきますので、このまま膝の上に手のひらを乗せて3分間ですね、静かな時間過ごしていきます。それでは始めていきましょう。あと1分です。丁寧な心地よさを体全体で味わっていって、深い広がりを呼吸全体で味わっていって、それではまばたきをしながら光を取り入れていきましょう。素晴らしい集中力でした。それでは仰向けになっていきましょう。
それでは両膝を抱えていきましょう。体を左右に預けて1点。はい、それではゆっくりと足の裏を床に落としましょう。それでは左の膝の上に右の膝をかけて足を組みます。そのまま右膝を自分の方に引き寄せたり押し出したりしてふくらはぎをマッサージしていきましょう。はい、OK。今度右膝の上に左膝を乗せる。同じように膝を自分の方に引き寄せたり押し出したりしましょう。はい、それではゆっくりと足を下ろしていきましょう。それで私が3で吸って5で吐く呼吸をリードしていきますので、もしできましたらで構いません。そのカウントに合わせながら呼吸を行っていきます。それでは深く息を吐いて吐いて吐いて、息を吸って1、2、3、吐いて2、3、4、5まで吐く。吸って1、2、3、吐いて2、3、4、5まで吐く。吸って1、2、3、呼吸を続けましょう。はい、それではですね、ゆっくりと足の幅をマット幅にしていき、膝を交互に内側にパタパタパタと入れていきましょう。OK です。ゆっくりと両膝を合わせて、足の幅は骨盤幅ぐらいに開いていきましょう。今度こめかみをマッサージしていきます。ぐりぐりぐりと手のひらで円を描くようにマッサージしましょう。その後に耳たぶをマッサージしていきます。
はい、それでは鎖骨の下をマッサージして喉元リラックスしましょう。でその後に胸骨、胸の中心を軽くマッサージしていきます。はい、それではみぞおちや肋骨一本一本さすっていきましょう。はい、それではですね、ゆっくりとシャバーサナに入っていきますので、手のひらはどこでも大丈夫です。体側でも大丈夫ですし、おへその上でも大丈夫、両膝伸ばしても立てても大丈夫です。それでは頭を左右に揺らしていきましょう。後頭部楽にして、首の後ろも楽にしていきます。はい、それでは足先パタ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 と揺らしていきましょうか。ヨガの最後のポーズ、シャバーサナに入っていきます。を味わっていきましょう。頭のてっぺんまでの心地よさを体全体で味わっていって、
足の指グーパーグーパー、握ったり離したりしましょう。ゆっくりと両手万歳していきます。5本の指をぎゅーっと絡めて、手のひらひっくり返して伸びましょう。上に伸びて伸びて伸びて、で口から大きく吐いていきます。両膝を立てて、両膝を右側に倒して横寝になっていきましょう。ゆっくりと起き上がっていきましょう。はい、それでは最後はグラで座っていきましょう。手のひら上向きにして膝の上です。一番初めの呼吸と今の呼吸比べてみていかがでしょうか。それではゆっくりと手のひら合わせて親指を胸の中心に当てていきます。この後も素晴らしいアイデアやエネルギーが体全体をまといますように。これで今日のヨガのレッスン終わります。ありがとうございました。まばたきをしながら光を取り入れていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ヨガすると結構呼吸も深くなったりとか、ストレッチ要素っていうのがたっぷりありますので、眠くなったりお腹空いたりしますので、またリラックスしに来てください。ありがとうございました。